皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は2021年3月に発表された宇宙ホテル構想についてお話ししようと思います。宇宙ホテルって宇宙をイメージしたホテルが開業するのか？違うわ、宇宙空間にホテルを建設するのよ。それって国際宇宙ステーション的な？そんな感じね。もうそんな時代になってきたんだな。それだけマリサも年を取ったのね。そういう霊夢も同じ時間を過ごしてるはずだぜ。私は永遠の17歳だし。本当のところは？期待には応えられないわ。さて、2021年3月にアメリカの新興企業であるゲートウェイファウンデーションが、2026年に宇宙ホテルの建設を開始して2027年に開業すると発表したわ。今が2021年だから、あと5年後には建設が始まるのか。その完成イメージ図がこれね。これがホテルなのか、なんだか現実味のない感じだけど。2001年宇宙の旅っていう作品に出てくる宇宙ステーション5に似ているんだけどね。ほんとだな。両方ともなんでこんなリング状なんだろうな。一番外側が客室になってるんだけど、回転させることで疑似的な重力を発生させて地上と同じ感覚で滞在できるようにするためよ。せっかく宇宙に来ているのに地上と同じでもったいないぜ。もちろんそうなんだけど、ホテルでは移動はもちろんのこと飲食もするわけで、無重力空間だと全てが漂ってしまうから、リングを観覧車のように回して疑似重力を発生させるわ。そういうことか。まあ地上と同じ環境で滞在できた方が慣れてる分快適に過ごせるし、中央部の方で無重力に近い体験もできるみたいね。なるほど、無重力と疑似重力の両方を体験できるのか。このホテルには24の客室モジュールがあって、最大280から300名が滞在できるみたいね。結構な収容人数だな。それに加えて従業員が100名滞在するみたいよ。客室以外にスペースが見当たらないから中央部に滞在するのかな。中央部はドッキングポートだったり、エントランス、バスケットコートとかに使われるみたいだから、従業員用のスペースはわずかしかないね。もしかして従業員は優遇に押し込まれて雑魚寝スタイルなのかな。昔の潜水艦みたいに生活すべてを寝床でするのかもよ。夢のない話だな。直径200メートルあるこの宇宙ホテルは、当初ドイツのロケット工学者のベルナー・フォン・ブラウンから名前を取って、フォン・ブラウン・ステーションと名付けられたけど、ベルナー・フォン・ブラウンはナチスドイツ時代にミサイル開発に携わっていたことから、周辺で物議を醸してしまい、ボイジャーステーションに改称したわ。このボイジャーステーションとやらは本当に2027年に開業しそうなのか？そのうち実現するだろうけど、2027年の開業は難しいと思うわ。なんでだ？このボイジャーステーションはゲートウェイファウンデーションが計画して、現場での建設はオービタルアッセンブリーコーポレーションが担うんだけど、どちらの企業も誕生して間もない新興企業で、トップも同じジョン・ブリンコーという人物でなんだよね。会社は違うけどトップは同じってことか。長年研究をしてきたというわけでもない企業が、いきなり国際宇宙ステーションを超える規模の施設を宇宙で建設できるとは思えないわ。国際宇宙ステーションよりも大きいのかよ。国際宇宙ステーションの全長はおよそ108メートルで、ボイジャーステーションの直径はおよそ200メートルだからね。ポットでの小さな工務店が実績もなしに東京スカイツリーを建設すると言ってるみたいなものよ。他の企業とかに協力してもらわないとちょっと厳しいな。それと建設に必要な資機材と建設作業員の確保も疑問でね。国際宇宙ステーションの場合はスペースシャトルという宇宙海の大型トラックがあったし、何年も専門の訓練を積んできた宇宙飛行士という名の建設作業員を一緒に打ち上げたから実現できたのに対して、ボイジャーステーションの場合はスペース X のスターシップとスーパーヘビーを組み合わせたものを、建設に必要な資機材の運搬に利用することを想定しているけど、まだ輸送契約をしていないし、スペース X は2030年までにスターシップとスーパーヘビーの完成を想定しているから、2027年に開業するっていうのは難しいと思うわ。じゃあなんでそんな計画を発表したんだ？民間企業が宇宙開発計画を発表するのって大体無茶でお花畑な計画が多いわ。なんでだ？スポンサーを募るためよ。大半の企業は他に収益事業を持たない新興企業だから、他方面からの出資を受けないと宇宙開発を続けられないわ。だから SF 作品に出てきそうな計画だったり、業界の常識を超えるような計画を発表して、
環境が悪い、世間が悪い、技術開発に時間がかかるとか言って計画の遅れの言い訳にするまでが一セットみたいな感じね。そんなの出資する側もわかってるんだろ。そうね、でももし実現できたら大きなリターンを得られるし、失敗しても税金対策にもなるわけだしね。なるほどな。実現が難しいもう一つの理由は疑似重力を生むための回転体でね。このリングを電気の力で回すことで地上と変わらない重力を疑似的に再現するわけなんだけど、滞在型施設で疑似重力を生むための実証試験なんて過去に行われたことないから、どのような影響やリスクがあるのか不明のままよ。どんなリスクがあるんだ？一番恐ろしいのは疑似重力に耐えられなくて客室モジュールが破壊されることかな。お客さんが宇宙空間に放り出されるのか。そうなる前に脱出用の宇宙船みたいなもので脱出するんだろうけど、構造体の研究も進んでいないし、ホテル内で無重力と 1G の重力を行ったり来たりした場合、人の体にどんな影響を及ぼすか分かってないし、地上に帰ってきた後の影響も不明のままよ。だから2027年開業は無茶ね。なるほどな。それに加えて宇宙酔いというのがあって、これは宇宙空間に達した人のおよそ半数の人に現れる症状なんだけど、宇宙酔いって無重力空間になると数分から数時間以内に吐き気や嘔吐を起こすもので、他にも頭痛や虚脱感、倦怠感、食欲不振、便秘などの症状が出ることも多いから、せっかく宇宙空間に達しても無重力空間を楽しめないかもしれないわ。お薬とかないのか？宇宙飛行士の場合はプロメタジンという酔い止め薬を服用したり筋肉注射したりして症状を緩和してるわ。まあそれで症状が軽くなるならいいか。でも全ての人に効果があるというわけじゃないからね。効かなかったら地獄だな。国際宇宙ステーションみたいに長期間滞在するんだったら慣れるまで待てばいいけど、ホテルのような短期滞在の場合は無重力に慣れて宇宙酔いの症状が収まった頃に地上へ帰還するかもね。行ってみないとわからないわけか。他にも理由があって、アメリカのオライオンスパン社という新興企業が2018年にオーロラステーションという宇宙ホテル計画を発表したことがあって、2021年に完成、2022年に開業して、12日間滞在できるチケット価格は1人およそ950万ドル、8万ドルを手付金として払えば予約ができる内容だったわ。950万ドルってだいたい10億円か。4人部屋のモジュールと2人部屋のスイートルームモジュールがあって、2人の元宇宙飛行士がスタッフとして滞在する計画よ。もう2021年なんだけど計画はどうなってるんだ？音沙汰なしよ。嘘だろ？っていうか2019年1月にシードインベストっていうクラウドファンディングサイトで200万ドルを募ってたんだけど、いくら集まったと思う？民間の宇宙開発がホットになりつつあるから200万ドル以上集まったとか？あ、もしかしてそれを持ってトンズラしたとかか？違うわ。これは私が締め切り日前日に実際に見た金額なんだけど、およそ25万ドルよ。全然足りないじゃん。これには取材依頼を受けたオライオンスパン社もだんまりだったわ。コメントのしようがないもんな。一部の報道では思うように出資が集まらず、クラウドファンディングもこのありさまで、集めた予約の手付金8万ドルを返金して営業を休止しているわ。ダメだったか。もう一つはビゲローエアロスペース社のビームというのがあって、正式にはビゲローエキスパンデブルアクティビティモジュールというんだけど、膨張式の滞在モジュールだからロケットに搭載するときは小さく、切り離した後に膨張させることができるから積載性がよく軽いもので、NASA と契約して国際宇宙ステーションに接続したこともあったわ。へえ、こっちはうまくいってんだな。でも今は回転休業状態よ。うまくいってると思ったのに。ビゲローエアロスペースはこの膨張式モジュールを宇宙ホテルとして活用することを計画してたけど、開発が思うように進まないことに加えて、コロナの影響で創業者のラスベガス事業が煽りを受けていることと、会社があるネバダ州が生活に不可欠ではない企業の活動を停止する命令を出したから、創業者の本業とビゲローエアロスペース両方ともに営業活動を停止していて、従業員全員を一時的に解雇しているわ。あら、まあこっちはコロナが収束したらなんとかなりそうか。こういった過去の例があるから、ボイジャーステーション計画の実現性は難しいと思うわ。なるほどな。ちなみに国際宇宙ステーションは2025年くらいに民間のホテルとして開放するんだよな。それは少なくても2024年まで使用するってことで、
2025年から民間開放するってことじゃないわ。え、そうなのか？ヨーロッパ宇宙機関は2030年までの運用を決定したし、NASA も2030年までの使用を議会に通しているし、日本も2025年以降の5年間の計画を立てていってるしね。じゃあ民間開放はそれ以降ってことか。今のところ廃棄することが有力ね。捨てちゃうのか。だから宇宙ホテルの建造計画が出てきてるのよ。なんかもったいない気もするな。まあ施設の老朽化に加えて維持費用も半端ないから、コストを意識した新しいのを建てた方がいいと思うわ。なるほどな。というわけで、早く1000円で泊まれる宇宙ホテルを作ってください。もう宇宙での塾でもしてろよ。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。